さて続いては23回目の出場です。角田稲瀬組の皆さんです。角田市を拠点に活動している角田稲瀬組です。今年も道の区よさこい祭りに参加でき大変光栄です。この道よさのために練習してきた七夕の物語天賀人よをぜひご覧ください。それでは皆さんよろしくお願いします。会場の皆さん、こんにちは。角田市から来ました角田稲瀬組です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。七夕の瞬く星に祈りして、夜空に瞬く天の川、その川のほとりで天の神娘織姫は毎日美しい旗を織っていました。ある日織姫は天の川の岸辺で彦星と出会い、二人はやがて恋慕うようになり、働くことも忘れ毎日遊び続ける織姫と彦星、神はこんな二人に激怒し、そしてこう言ったのです。おお、あんたらや、体は中骨さや、離れですれば無理。二人を離れ離れにしたのです。星に会いたい、悲しみに暮れ泣き続ける織姫、織姫に会いたい、こんなにもこんなにも、なのになぜ。神は互いを思う愛しさを知り、こう言ったのです。ああ、1年に1回や、7月7日にやみが働いちゃないや。こうして7月7日の夜、天の川を渡り、2人は再会するのです。天が来たよ、こよい何をしてるんだ。晴れ渡った空にキラキラ輝く天の川、7月7日の七夕にあなたは何を願いますか。古の祈りし思いを遥かな空に、願いを込めた短冊は笹舟に乗せ今大空に舞う。輝く星に心の夢を、輝く光に希望の夢を、瞬く星に二人の願いを、稲瀬うさぎの前踊り、いくぞー、よーめい、いやさあ、はっはっえい、いやさあ、よHa! Hey! Yeah!
直れ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。角田稲瀬組の皆さんでした。